信ください。ちな、セブンイレブンの焦がし醤油焼き飯、もち麦もっちり梅昆布おにぎり、そしてまるでお芋という中華まん、3種類を食べたいと思います。ちょっと健康的なおにぎりとかもあったりして、なんか無駄な抵抗っぽいなんて。その、和の梅おむすびからいただきます。酸っぱいのかな、やっぱり。では。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。最初に食べた梅昆布おむすびは、梅が、なんかいわゆる梅、広間のおにぎり、じゃ広間のおにぎりじゃなくて、広間の弁当みたいな、真ん中にドーンとあるのではなくて、結構、カリカリ梅として全体に分散しているんで、なので、どこを食べても酸っぱさが感じる、という、なんか、中に入っているのとはまた違う美味しさがね、あの、結構強烈に来るので、酸っぱいのが苦手な場合は食べない方がいいです。ね。一方の、こちら、焦がし醤油の焼き飯と言いますか、醤油の香りはかなり強いんですが、一方で焼き飯と聞いて想像する中にいろんな具材が入っているのはなかったですね。焼き飯というより、なんか醤油ご飯もうちょっと、具材ないと物足りないかなと思いました。で、締めの、まるでお芋は、本当にもう形もお芋みたいで、口の中で噛んだ瞬間に、もちっとした生地とともに、つまいもの優しい甘さがシュワーっと広がってきて心まで癒してくれる中華まんでしたね。まるでも何なんでしょうね、まあ、男爵芋、いや男爵芋はじゃがいもかじゃなくて、本当にさつまいもをそのまま食べているっていう、いや違うな、あのなんて言ったらいいんだろう、さつまいもあんをふんだんに生かした中華まんになっていますね。というわけで、今日食べた3品の中で、さつまいもあんをふんだんに出した中華まんが、一番優しい甘さを広げてくれて、心まで癒されたので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞、終演。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。